はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、完治処分について解説いたします。完治処分っていうのは、工事が終わった後に各所有者に対して、あなたたちが使う土地っていうのはここですよ、新しい土地はここですよっていうふうに決めることなんですね。これが完治処分と考えていただければと思います。で、完治処分を行う時期なんですけども、これは原則として完治計画に関する区域の全部の工事が完了した後に行います。全ての工事が行った後に完治処分を行うっていうことですね。これが原則です。ただし例外として、規約とかに別段の定めがあればそれに従います。つまり工事の途中であったとしても、完治処分を行うことができる旨の内容が規約に書いてあるというのであれば、全部の工事が終わる前に完治処分を行うことは可能です。これが原則と例外ですね。で、完治処分の方法なんですけども、これは施工者が関係権利者に対して通知をして行います。関係権利者っていうのは、土地の所有者だったり借地権者と考えていただければと思います。その工事、区画整理事業を行っているこの土地の所有者だったり借地権者ですね、登記をしていた人っていったイメージです。そういう人に通知をします。これから新しくあなたたちが使う土地はここですよっていうふうに通知をする。また施工者は知事に対しても届け出をするんですね。完治処分を行いましたというふうに届け出をします。そうすると、届け出を受けた知事っていうのは報告をするんですね。つまり広く一般に、ここの土地については土地区画整理事業終わりましたっていうふうにお知らせをする。これが広告ですね。で、今回知事って書いてあるんですけども、もし施工者が国土交通大臣だった場合っていうのは、国土交通大臣が自ら広告まで行います。なので、施工者が国土交通大臣の場合は知事に届け出をするんではなくて、この届け出はないんですね。なく、もう自分自身がそのまま広告を行うという流れになります。ただここまでは覚えなくてもいいかなと思います。で、完治処分が行われるとどうなるのかっていうところを一つ一つ解説していきます。まず、広告の翌日から、この広告があった翌日から、完治は従前の宅地となります。これどういうことかっていうと、新しく割り当てられた土地がありますよね。これは完治と呼ばれるんですけれども、完治処分の広告があった翌日からは、その完治は名前を変えて従前の宅地っていうふうに名前を変えるんですよ。で、ここで、あれ、従前の宅地って工事前の土地じゃなかったのって思われるかもしれないんですけども、その通りです。工事前の土地も従前の宅地なんです。で、完治処分があった、これ完治じゃないですか。新しく割り当てられた土地は完治なんだけれども、完治処分の広告があった翌日からは、その土地っていうのはまた従前の宅地って呼び方を変えるんですね。なので、これ同じ土地なんですよ。ここで呼ばれている従前の宅地っていうのは完治と同じ土地なんですね。なんで混乱しやすいんですけれども、名前を変えただけだと考えていただければ大丈夫でしょう。2つ目は、広告の翌日、この広告の翌日に清算金が確定します。この清算金っていうのは、例えば元々の宅地の評価額が例えば1000万円でした。で、工事を行った後、その完治の評価額が1100万円でしたってなってくると、これ100万円多いわけですよね。評価が100万円上がっているってことは、この部分私は得しているわけだから、100万円を施工者に渡さないといけない。これが清算金の一つです。もう一つは、評価額が下がった場合、例えば1000万円から900万円になった人もいるかもしれません。そういった場合っていうのは、100万円損しているわけだから、そういった人に対しては100万円を支払ってあげないといけないわけですよね。だ、これも清算金なんですよ。だから、始めと後を比べて帳尻を合わすために交付される、または徴収されるお金というのが清算金だっていうふうにご理解いただくのがいいと思います。で、3つ目ですね。3つ目は、広告の翌日に保留地っていうのは施工者が取得しますよっていう内容です。工事が終わった後に保留地が残っていた場合っていうのは、その保留地っていうのは施工者が取得するよ。いつ施工者が取得するかっていうと、この広告の翌日です。広告の翌日に施工者が取得します。で、4つ目ですね。4つ目は、広告の翌日に公共施設、例えば公園があったりとかした場合は、
原則としてその公共施設が存在する市町村が管理をしますよっていうのが原則です。例外もあるんですね。例えば規約に別段の定めがあったり、法律に別段の定めがある場合っていうのは、まあその人が管理をするんですけれども、まあ、原則としては市町村が管理をします。で、5つ目は完治を定めなかった従前の宅地というものもあるんですね。例えば従前の宅地の所有者が新しい土地私はいりません、まあ、そういった人もいるんですよね。だからそういった人が持っていた従前の宅地っていうのは完治を定めないわけですよ。なのでそういった土地っていうのは公告日が終了するときに消滅しますよ。この公告日が終了するときっていうのはその公告の日の24時ですね。24時ぴったりにその従前の宅地というものは消滅しますよ。なんで新しい土地が割り当てられないわけだから、そっちに移行しないってことですね。もうその土地はなくなっちゃうよっていったイメージです。通常の場合は従前の宅地があって工事が終わって新しい完治っていうものが割り当てられるわけだから、従前の宅地から完治に変わるわけなんですけれども、こういった完治を定めない従前の宅地については完治がないわけだから、従前の宅地は消滅してしまうんだということです。まあこれが完治処分に関する内容なので、まあこの点ですね、重要なんで何度か動画を見ていただいて確認していただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。